おはようございます。今日はお花火日和というわけで、フリマのみんなでお花見をしに来ました。イエーイ、見ての通り、お花見、お花見してます。イエーイ、満開じゃ。はい、子は遅刻でした。おめでとう。屋台に向かって歩いております。一旦屋台ゾーンにやってまいりました。たこ焼き、フランク、焼きそば、私のためにあるフロアですねらしいです。じゃーん、買いました。わかりづらい袋、わかりづらいけど買ったよ。美味しそうでしょ。美味しそう。早く食べたい。つまみ食いしていいかな。あ、めっちゃいい匂いするね。やばーい、やばい。早く食べたい。今日はいい日だ。いい天気、いい天気、いい天気、花見日和、いいお花に、いいカラスの量。カラスって多いな。カラスの量がすごい。そういえば美咲さ、さっきカラス、はい、カラス使い、なんカラスの使いなんだっけ、カラス使いって言ってたよね。え、ノンさんが言ってたじゃないですか。ノンさんカラスのモノマネすごい得意ですもんね。いくよ、じゃあ。いいよ。めっちゃ得意なんだ。いくよ。誰マツコさんが粘ってる時の声かな。じゃあ、はい、みさき。はい、せーの。いきますよ。あー、おー、すごい。あー、めっちゃ似てる。あー、めっちゃ似てる。まあ、これは得意なモノマネですね。やば。じゃあ、ウグイスやるね、ウグイス。ウグイス。ウグイス。いくよ。はい。あ、やばい、できない。あ、待って、今日口も。到着。食料が到着しました。足りないよ。じゃあまた買ってきますか。ご飯食べたい。やっぱ塩気のあるもの食べた後は甘いもので。でも甘いもの食べたらまた塩気のあるものが、そう、マック行くといつもそうなりますよね。そう、ハンバーガー食べて、永遠のマックフルーリー食べて、もうちょっとなんか食べたくなってポテト食べて、そうよくない無限ループ、デブループ誰が誰でしょう、誰が誰でしょう。ノン画伯が描いた4人の絵です。ヘイ、こちらでありますのは私ですね、ノンです。はい、ポイントとしてはほくろと、眉毛ですかね。MIU ミュさんですね。ポイントとしてはこちらのほくろと、ほうれい線と眉毛。眉毛似てないよ。眉毛似てない。あ、本当はちょっと垂れてる。もうちょっと垂れてる。上がってない。まあこれはね、一発でわかるでしょう。1歳、美咲です。はい、4歳。ポイントはこの可愛らしい口元。口元歪んでますけど大丈夫ですか。口元ですね。エミカさんです。はい、それ一番じわる。ポイントは真顔です。結構真顔なことが多いので真顔に描いてみました。いかがでしょうか。これ一番似てる気がする。一番似てる。もし私に似顔絵描いてほしいって方がいたら、ぜひぜひどんどん応募応募お待ちしてるので、はい、こちらの宛先までお願いします。ということで全員揃いました。イエーイ、入って。全員揃いました。イエーイ、イエーイ。顔の横に持ってってみてもらっていいですか。似てる。タケノコ、これここアイコが
にぎりを作ってきてくれました。食べ物が増えた。さっきエミカがアイコのおにぎり絶対具材入ってないよ。何それ。海苔だけ、海苔だけだよ、塩にぎりだよ。わざわざ鮭焼いたからね。やば、何言ってんのよ。鮭フレークとか焼いたからね。すごい入ってたよ、よかったね。安心しました。ということで、みんなでアイコのおにぎりを食べたいと思います。おにぎりパンマン。自分で書いた。いただきます。鮭かな。うん、ツナです。マヨネーズ入ってますか。入ってるよ。マヨネーズわかんない。ツナです。鮭でした。普通に美味しいよ。糖分控えめですよ。塩分です。塩分。塩分です。言ってて何回なら塩分だ。初めの一歩。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。あいこ。だるまさんが転んだ。全員アウト。はじめの一歩。だるまさんが転んだ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 。はいのん。だるまさんが転んだ。はい、あいこ。悔しい。悔しい。だるまさんが転んだ。エミカ。だるまさんが転んだ。はい、あー、みさき。動いちゃう。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。いけー。走り方。何あの走り方。どうしたの。やばい。走って戻ってきて。走って戻ってきて。これ何。LINE でしかゲットできない情報やプレゼント企画もあるよ。はい、お得な情報盛りだくさんなのでぜひ友達追加お願いします。はい、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃねー。バイバーイ。エガちゃん動いてない。だるまさんが転んだ。